今までジャンプ一筋でやってきたので、まあ、思い切った賭けですね。目標は北京オリンピックでの金メダルで、子供の頃からの夢でもあるので、ソチオリンピック終わった後に自分はもっと追求しないといけないと思って、すごい自分のジャンプ人生に危機感を感じて、結果を残して金メダルを取るっていう夢なんですけど、それと同時にこの競技を発展させたいっていう思いがすごく強くて、とにかくジャンプが流行っていないっていうのをどうにか変えたい。だから僕はチームタクを作りました。